公開中の様子沖野島市が県立美和湖。フローティングスクールは、滋賀県在住の小学5年生などを対象にした、学習船、海の子を運営する県の機関。事業主体は、滋賀県教育委員会。滋賀県内すべての小学5年生を対象に、学習船、海の子に乗船、公開し、宿泊を伴う教育を実施している。強度への理解や退陣。 協調関係を養う、触れ合い体験学習のほか、琵琶湖教育の場所としていることから、同校の環境を主なテーマとした、琵琶湖環境学習を行っている。なお、複数の学校が同時に乗船、航海し、他校の児童と混合したグループ分けを行った上で、体験学習を行う。このほか琵琶湖、淀川流域小学生交流公開として、 他府県の小学生を含めた公開を行うこともある。運営は、ビワ湖、フローティングスクールのスタッフのほか湖の子サポーターや職域、湖の子守り隊など、市民ボランティアが組織され支援を行っている。2012年には、内閣総理大臣賞である、第5回海洋立国推進功労者表彰を受賞した。受賞理由は、青少年の健全な育成及び、 琵琶湖の環境保全を目的として、1983年から琵琶湖城において、学習船、海の子による、滋賀県内の全小学5年生を対象に、船ならではの宿泊体験学習を実施。地方自治体自らが船を所有し、船の教育的機能を小学校の教育課程に明確に位置づけ、学校教育の一環として、 船内での古城宿泊体験学習を実施していることは全国に類を見ない教育活動として注目されているとされた。普段は小学生向けの学習船として運航されているが、ビワコ・フローティングスクールの理解などを目的として一般向けの公開を実施することがある。船内の旅客施設は主たる利用者である小学5年生を基準としたサイズで設置されている。 各室定員20名の宿泊室、学習室、食堂、会議室、見学室など、船内設備のほか、カッターボートを搭載。また、バリアフリー設備として車椅子用の登場リフターやエレベーターが設置されている。船舶の運行業務は、ビワコ汽船が、食堂の給食業務は、子会社のビワコ汽船食堂が受託していた。二千十八年の二代目就航後は、 大津市今片田の古城に係留され県内の自治体や民間への売却を計画したものの売却合意に至らず、2019年4月に廃線が決定された。初代線の老朽化に伴い、2018年度より就航。建造にあたっては2008年に創設した建造基金、ふるさと納税を活用した寄付のための条例が設けられ、 クラウドファンディングを用いた支援も行われた。船内の設備については、以下の3点に配慮し整備された。内閣総理大臣省国土交通省、都道府県大より2013年8月小学5年生の夢を乗せて学習船、海の湖就航30周年、全国知事会、2019年3月24日閲覧 AB、琵琶湖。 フローティングスクール出向式新鮮、海の子に、大津の小学5年生乗船。ビワコ大津経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ biwako-otsu.keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ1401スラッシュ2019年3月24日閲覧。県政今の動き第1万1489号、死が放置新聞。 一般県民対象の学習船、海の子見学会の参加者募集を参照。美和子の新学習船、海の子浸水5月就航へ京都新聞、美和子の2代目の学習船、海の子が命名浸水式就航は来年5月。 サンケイウエスト、https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ171230スラッシュ wst1712300025-n1.html2019 年3月24日、閲覧。初代、海の子を別れ、見学会及び引退セレモニーびわこ、フローティングスクール。 35年の歴史に、クビはこの学習戦、海の子引退セレモニー。3K ニュース。https://www.sankei.com/.west/.news/.180312/.wst18031200177-n1.html2019 年3月24日閲覧 琵琶湖の進学習戦、就航延期内装遅れ、28校に影響。京都新聞。https www.kyot.co.jp スラッシュシガースラッシュアーティクルスラッシュ2 0 1 8 0 4 1 7零0 0 3 1 2 0 1 9年3月24日閲覧。宝くじについて、滋賀ゆかりのデザイン。 滋賀県総務部財政課2019年4月29日閲覧。海の子宝くじ買って、琵琶湖学習船の図柄、8日発売。京都新聞。 h t t p s w w w k y o t n p c o j p s i g h t s e i n g s l a s h a r t i c l e 2 0 1 8 0 8 0 8 0 0 0 7 8 2 0 1 9年3月24日閲覧 a b c d e 琵琶湖フローティングスクール琵琶湖の学習船、初代海の子。 配線決定中日新聞2019年4月23日、湖の子指導の手引き琵琶湖、フローティングスクール、学習船、海の子新船建造について滋賀県、教育委員会事務局学校教育課、マザーレーク、滋賀応援寄付条例滋賀県環境学習船、海の子新造にも滋賀県、ふるさと納税新条例京都新聞滋賀県の、学習船、海の子35年ぶりの新船が、 ビワ子で子供たちを迎えます。ライフル大津港施設平面図滋賀県大津土牧事務所海の子に関するカテゴリー。ありがとうございます。